こんにちは。おはようございます。えー、こんにちは。マサトです。えー、ノカトの編集でお送りしてます。ピョンカんにタく。えー、今日も、両年つかさ、チャンネルのニースのトラガーからの、おえー、コメントとなります、えー。中国経済ガチカウントダウン。ジャングル、ーソーでアメリカに亡命続出。職業を聞いたら、あ驚き。まる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 ですね。経済も国語も、えー、グダぐだぐだ。 ということで、えー、これは、まあ、NHK の去年の、まああ記事から、記事からですけど、えー、この中国人のこの、 亡命ですね。えー、が結構、えー、増えたということで、えー、1万人、えー、本当に、えー、去年の1月か7月かな、NHK ということで、えー、中には政治亡命のある方ですね。リーさん42歳、10年前から、結構、その、共産党政府に対して、えー、批判な、この、コメントをあげたら、えー、どうしても、そういうことで、えー、亡命し,していますね。そういう、NHK が取材していますね。 この、すごいですね。まずトルコ行って、エクアドル行って、エクアドルからコロンビアス。まあ、その、えー、メキシコですかね。そして、えーまあ、歩いてアメリカということで、えー、まあ、あ 今回、また、あの、k ですかね。いろいろなニュースが今年も報じていますけど、えー、まあ、えー、経済的に困難。そして、まあ、政治的ですね。中には宗教、キリスト教の方も、えー、まあ、中国ではちょっと、息苦しいということで、えー、アメリカに亡命していますね、えー。この日経でもですね、昨日の最近の日経でも、えー、1年前に比べたら10倍ということで、えー、この、 この不法移民ですね。不法移民の4割が中国人ということで、えー、別にこの有事でないのに、まあ、ロシアがそのウクライナに侵攻する当時、まあ、100万人の方がこの優秀な方が特に。えー ロシアを離れていますねそういう中国はまだ戦争状態じゃないのに平時なのにこういう、えー、中国を離れる、ま、亡命ですね特にアメリカに亡命する方々が最近増えているということで、えー、どうかなということで、ま、経済ですね経済そして、えー、政治そして、まあ、宗教も含めてるということで、えー、中には全てじゃないですけど、えー、工作員もですね、えー、もう本当に、えー、中国のそ工作員もいないというわけじゃないということを常に さんは強く力説ししていましたけど、えー、中国経済、えー、ガチカウントダウンジャングル総破でアメリカに、えー、亡命続出職業を聞いたらあ驚きまる○○経済も苦言も グダグダということで、まだまだ中国経済、まだまだガチカウント、ウォッチングが続きますね。引き続きウォッチングしていきたいと思います。マサートです。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達に募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の1分間予約でお会いいたしましょう。マサートでした。終焉です。パシャンプレゼシャロム、シャロム、シャロム。